サンデーお笑い生中継は1978年8月6日から1979年3月25日まで TBS 系列局で放送されていた演芸番組である。毎日放送と TBS の共同制作。放送時間は毎週日曜12時12時45分。東西のお笑い芸人たちが数々の演芸を披露していた番組で、 当時、梅田にあった梅田花月劇場と浅草にあった浅草小竹園芸場、それに、千里急にあった毎日放送千里急放送センター、第一スタジオの3カ所を結んでの生放送を実施していた。オーソドックスな演芸番組の面を出しつつも、生放送である利点を活かし、演芸の他にもカツラはさまるが、千里急から系列局各局のお天気カメラの生映像を背景に、 当時彼がレギュラー出演していた日本テレビ、テレビ三面記事ウィークエンダーでの口調で当日の気象情報を伝えるコーナーも実施するなど斬新な企画を目玉にしていた。日曜正午の寄せ番組としては番組がスタートした年の6月25日に終了した大正テレビ寄せ以来1ヶ月のブランクを経ての復活となったが毎日放送は超年点時代に 東京の笑いは関西では受けないという理由でテレビ寄せのネットを打ち切って自社制作のサモン日曜お笑い劇場に差し替えた経緯があり東西接中ではあったが同局にとっては東京の芸人が出演する日曜昼の寄せ番組が事実上復活することになった東京からの中継はタモリをメインにビフォ4のライブや星セントルイス2ビートといった 浅草の若手精鋭たちとの共演もあった。ゆえに、この番組は、タモリとビートタケシの初期の共演番組でもある。東京側の演出は、TBS の桂国彦が担当していた。本番組の終了後、タモリはしばらく毎日放送制作番組への出演がなかったが、1994年4月放送開始の、ジャングル TV タモリの法則で再出演を果たした。 ありがとうございます。